酒好きな新潟人の飲酒動画です。今回もチューハイ。札幌の、塩グレープフルーツサワーです。果汁に塩を加えた新しい美味しさのサワー。果汁が 2%、アルコール度数 6%。限定出荷です。原材料はグレープフルーツとウォッカと食塩と糖類と酸味料と香料。これ見た感じうまそうなんだけどね。塩とグレープフルーツ。いわゆるソルティードッグ的なね。てかまさにソルティードッグじゃないか。よく考えたら。何のひねりもない。これソルティードッグじゃないか。ね。ということになってます。乾杯。個人的にちょっと言わせてもらっていい？ちょっとこれ甘さが足りねえんじゃないか。ちょっとドライだね。味的に言うと。で、ドライなのに加えて、ちょっとグレープフルーツの味が薄い。どうしてもなんか、まあ、これ見た感じでもわかんないけど、もう、透明なんですよ。色が。それでグレープフルーツって言われても、まあ、塩の味とグレープフルーツの味はするけど、薄い。全体的に。コクがない。やっぱりさ、自分としては、ソルティードッグって一番、いや、カクテルの中でかなり好きな、五つ星、三つの指に入るぐらい好きな、カクテルなんですけど、それを飲んだね、人間から言わせてもらうと、これは明らかに、薄すぎる。うん。普通のチューハイの、レベルで、まあ、こんなもんだろうなっていうレベルをはるかに超えて薄い。うん。薄い。なんか、水で割ったっていうレベル。あれって。できてるものを、なんか、半分水で、炭酸水で割って、これができましたみたいな感じ。なんだよね。薄いな。なんか、パンチが足りないというより、コクが足りないのと、もうちょっとなんか、グレープフルーツの味なんとかならんかったんかな、これ。残念で仕方ない。うん。ソルティドッグがものすごい好きな人間としては、これはちょっともったいない。うん。実にもったいない。もうちょっとなんとかならんかな、これ。って感じ。多分、ソルティードッグのチューハイって、多分、そうそうないんですよ。カクテルパートナーぐらいしかないんですよ。で、俺、カクテルパートナーはもう買わない。なんでかっていうと、アルコール度数たったの 3% だから、買わないっていうことに、俺の中でも、
決まってるんで、決まってしまったっていうね。あの、カクテルパートナーってかなり有名なチューハイなんですけど、あの、昔はね、5% ぐらいあったんですよ。アルコール度数。4% か 5% はあった。なぜか 3% に今、下がってしまった。多分、おそらくは、あの、原材料の、まあ、アルコールの方の増、あの、値上げなんではないかな、と俺は思ってるんだけど。うん。まあ、どちらにしろちょっとアルコール度数 3% だと、多分俺の中で、多分ジュースとしか思えないと思うんだよね。だから、うん、もったいない。グレープフルーツジュース、いや、チューハイってのはものすごいいっぱいあって、まあ、例えるならば、本絞りってあるじゃないですか。本絞りぐらいのコクが欲しいんですよ。俺としては。で、だからまあ贅沢なこと言うけど、本絞りのコクと、今現在この飲んでるこの、こいつ、この塩グレープフルーツサワーのコクをちょっと比較すると、もう、本絞りの、あの、半分以下か3分の1ぐらいなんですよね。これが。で、なおかつ、やっぱり色自体がこれ透明だから、もう視覚的に見て、あ、これ薄そうだなっていう、その、視覚的にね。あ、これ薄いなって感じで。ほとんど、ソーダ割りなんですよね。ソルティドッグのソーダ割りがこれなんですよ。結局。そんな感じ。まあ、実際そうなんだけど。でもなんか、その、味として、その、感じる、ブルユは、もう、ものすごく、コクが少なすぎる、これは。ダメだね。まあ、別に普通に飲めるからいいけど、まあ、これはちょっと、コクがなさすぎるんじゃないって。個人的には思います。せめてこの、ねえ、もうちょっと濃くなんとかならんかったのって。で、甘さも足りない。何か。なんか足りないですね。物足りない。うん。もうちょっと甘さも欲しかったなって。せめてそこぐらいなんとかしてくれよ。という感じはあったね。しょっぱいんだけど甘いみたいな。そういうその、そんな感じでもよかったんではないか。いう感じはします。香りも少ないし。だから総量として、コクもないし、香りもない。お話なねえよって話を。これは売れないと思うね。さすがに。2233です。ご視聴ありがとうございました。